どうもー、どうも、アイシャと申します。よろしくお願いいたします。あの、河合さんはね、はい、お休みが 2,3 日やったらどうやって過ごしたいですか？あー、そういうこう、ちょっと連休みたいなお休みがあったら、そう、まあ、あの、ベタやけど、あの、温泉が好きやから、やっぱり一人であの、温泉旅館とか行ってのんびりしてみたいね。癒されますからね、はいはいはい、でもなかなか行けないでしょうから、はいはい、ちょっと僕が今雰囲気だけでも味わわしてあげますわ。ああ、あなたが、うん、はいはい、僕が旅館をやります。あ、さんは来てください。なんで旅館をやんねん、お前が。あ、なんで建物やんねん、旅館の女将やん。旅館の女将をやらせていただきます。あ、そうですか。来てください。はいはいはい、それでは。はい、なんやその入り方。お前、一曲歌うんか、お前。なんやねん、今大きく息を吸い込んでたけど。今、おかみ入れてたの、口から。怖いね。やるから。やるからやれへんから。おい、それ、おい、なんやねん、その怖いコントインは。わかりました。わかりましたよ。河合さん、はい、僕がおかみやるんで、はいはい、ゆっくり癒されてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。今入れたな、お前。ようこそお越しいただきました。あ、すいません、お世話になります。予約した河合と言います。あ、おめでとうございます。あ、え、なんかあったんですか？お客様がですね、はいはい、当旅館始まって以来の1万人目の河合様でございます。1万人目の河合は来すぎてるでしょ、それ。河合が集まる宿やないんですか？間違えました。いや、そうでしょ、1万人目のお客様でございます。そうですか、なんか縁起のいい、ありがとうございます。なのでですね、はい、ご予約いただいていたお部屋よりもとてもグレードアップして差し上げますよ。え、あ、そうなんですか。うわ、ラッキー、ありがとうございます。ございます。最上級のおもてなしをさせていただいて。おかみ、おかみ、おかみ、吸ってますよ、大丈夫ですか？何のことね。いや、まあまあ、おかみには見えてないのかもわかりませんけど、グリー吸ってたんで。お客様、はいはいはい、本来ですと、はい、お部屋のタイプは、はい、ビジネス、リクライニング、フラットの3つから選ぶんですが、いやいや、ちょっと待ってください。今回は特別に、はいはい、ペアブースを。ネット買うやないか、それ。伊藤ございます。伊藤ございますやないね。ビシャビシャやな、ほんと、お前。ありがとうございます。どういう意味や。ネット買うじゃないでしょ、温泉旅館でしょ、ここ。間違えました。いや、間違いすぎですよ。掛け持ちのアルバイトの癖が出ました。掛け持ちのアルバイトされてる。そうでございます、ね。おかみが？はい、そうでもしないと、旅館が持ちませんね。いや、その、なんぼ経営なんか知らんけど、そのネットカフェのバイトぐらいじゃ賄えないでしょ、それ。なんとか身を粉にして頑張ってるんです。いや、大変ですね。お客様、はいはい、お荷物をお持ちいたしますよ。あ、いえいえ、これ、まあ、自分の荷物なんで別にこれぐらい持てますよ。いえ、私の仕事でございますから。ああ、そうですか、はい、じゃあちょっと、じゃあお言葉に甘えてすいません。500円いただきます。カツカツでございます。いやいや、こんな小銭でその再建できないでしょ、旅館は。バーバーが神戸を食べてお願いしてます。よろしくお願いします。ちょっと悲惨すぎますって。500円なんとかお願いね。いやいや、それやったら僕自分で持ちますって、荷物。冗談でございます。分からへんわ、冗談かどうかが。そんな500円なんかいただけますね。いや、そうですね、びっくりしました、本当に。お部屋がこちらでございます。あ、グレードアップの喜びはつかの間となっておりまして。喜びはつかの間、見てください。はい、窓から見えるオーシャンビューはもうすごいでしょう。ああ、確かにね、綺麗な景色ですね。あ、はい、雨降ってきた。ああ、つかの間やな。この部屋入ったからですか？あ、そうでございます。でもご安心くださいませ、はいはい、あの、綺麗な景色が見えるVR ゴーグルも。いや、ネットカフェから持ってきてるやん、絶対。そうでございます、綺麗です。いや、バーチャルはええわ。いや、でも本来見えてた景色よりも綺麗。なんでリアルよりバーチャルが綺麗ことあんの？一度お手に取ってみて。いや、いいです、いいです。いや、だからあんなもん、その、じゃあほんまのの見るからええねん。500円いただきます。カツカツ。おい、くつろぎにくいって、それは。なんとかなりませんでしょ。何かにつけて小銭せびってくんなって。冗談でございます。分からへんねん、声のトーンが。お
お客様。何ですか？それだけではございません。他にもございますよ。あ、この部屋？この部屋はですね、はいはい、部屋に露天風呂がございます。あ、この部屋の中に露天風呂がついてる。いいじゃないですか。ヒノキの風呂。あ、僕大好きなんです。ヒノキのいい香りしますもんね。一番風呂、お楽しみください。ありがとうございます。すいません。あ、猿が入ってましたね。束の前な、ほんで。なんで猿が先入ってんねん。汚ねえでございますね。いや、汚ねえでございますねじゃなくて、追い払うとか、その入らないような策を講じてくださいよ。ああ、申し訳ございません。ご安心ください。はいはい。あの、冷蔵庫、こちらの。はいはい、はい。もう飲み物がすべて無料です。飲み放題と。お酒とかが冷蔵庫の中の飲み放題。そうでございます。ああ、それは嬉しい。お酒好きなんで。左から、はい、カルピスサワー、はい、マッコリ、はい、あと、何でしたっけ？なんて覚えてへんて。何やったっけじゃないね。甘酒やろ。甘酒に。なんでそんな乳酸菌が入ったお酒ばっかり入れてんねんって言おう思ってんねん、こっちは。ここはないこと。おい、マジのババアやないか、お前。どうなん、申し訳ねえやないねん。こんな甘ったるいお酒ばっかり入れて、のどかあげますわ。もういやいやでございますか。いや、ええわ、もうこの部屋。なんか他の部屋にしてください、ほんなら。他の部屋と申されましても、今空いてるお部屋はですね、はい、人んちの茶の間というお部屋が。なんで人んちの茶の間上がらなあかんねん。あ、この出てすぐのところにありますが。ほんまに人んちの茶の間やないか、それ。あ、そうでございます。空いてんの、それ。空いてるやも。やも？あ、電話で確認すべきかと。いやいや、グレードアップして人んちの茶の間なわけないやん。あ、申し訳ございません。ちゃんとしたとこないんすか？他はですね、はい、あの時のままというのもございますが。ほんならそこ案内してください、あの時のまま。やめた方がいいです。なんで？もう散らかってます。なんで？あの時のままなので。いやいや、どの時のままやねん。その時のままです。いや、そう、会話なってないねん。片付けてくださいよ、そこも。それはいけません。あの時のまま、まあ、あの時のままにしておくのがあの時のまま。申し訳ございません。ほら、空いてるとこ紹介してください、ほんなら他。あとはこの喜びは束の間と、はいうんはい、あとは悲しみは永遠、うんんいや、まあでもないの。まあでもなく、いや、ほんなら、悲しみはつかの間、喜びは永遠に、テレコにせえや、せめて。それはできません。人生というのは、そう簡単なものではございません。そんなメッセージいらんねん。それが嫌でしたら、なんとかの間に、入れて。ああ、それでしたら、はい、外に止まっている、私の車も、はい、ございますが。車、なんで俺温泉旅館来て、風呂入って上がって、ああ、さっぱりしちゃって、ばあさんの車乗らなあかんねん。私の車は、はい、エスティマ。いや、珍しいって。ばあさんが乗る車種じゃないのよ。エスティマって。広い。買い出し用にも使える。いや、買い出し用にも使えるやろうけど。はい。嫌やで、人のばあさんのエスティマ乗んの。風呂上がってから。かしこまりました。それでは、はい、とっておきのお部屋ご用意させていただきます。なんでとっておくねん。そこに案内してくださいよ。こちらです。はい。鳳凰の間。ああ、ここここ。最初からここでいいんですよ。扉を。私がお開けいたしますね。はい、なんか、また取るやろ、小銭。いえ、私のお仕事でございますから。いや、いいですよ。開けるぐらい開けますから。いえ、もうそんな、500円だなんて、そんな言わないんですよ。言わないですね。はい、ほんなすいません、お願いします。お開けいたしますね。はい、あ、800円。値段分かってるじゃないか、お前。お願いいたします。なんでやねん。もう私も本当はしたくない。いやいや。で、この800円で、ほら、旅館が再建できんのやったら払いますよ。ほら、焼け石に水ですよ。これの積み重ねでございます。いや、こんなんを積み重ねて飽きませんって。いや、気悪いわ、ちょっと。ああ。いや、もう帰ろうか。あ、冗談でございます。いや、冗談ちゃうやん。いりません、いりません。
ね、部屋紹介してください。もうここは全てが最上級でございます。あ、ありがとうございます。 お客様、はい、お食事の前にお風呂入られますか？あ、ちょっとあの軽くさっと入りたいです。でしたら、はい、あちらにあります、はい、ワニ革の浴衣を着ていただいてね。ワニ革？はい、それで行っていただくと。じゃあ重たいって革の浴衣。皆さん最初はそうおっしゃいます。はい、いや、な、いや、ではやれんが。なんで風呂上がりにポカポカの体に俺革の浴衣羽織らなあかんねん。気持ち悪いでしょ、あんなびっちゃびちゃつくでしょ。でも最初は皆さんそうおっしゃられます。なれへんやろ。でも羽織ってみたらええもんやなという声いただいてますよ。ならへんて。革ジャンとかなれんのに年単位で時間かかんねん、あんな。失礼で。なんで何も言わへんねん。解決してへんやん、ワニ革の。え、まあ、またあのシンプルなやつが欲しければ、はい、あのまた800円。おい、なんでお前平気の値段上げてきてんねん。申し訳ございませんが。なんで鳳凰のマー来てから300円ずつ上がんねん。鳳凰なので。え、グレードアップいたしますので。いや違う、一番二目のお客さんとか勝手にそっちが言うてますやんか。もう普通の部屋でいいんすよ別に。何をおっしゃっているのか。え、ちょっと私ももう用意がありますんで。なんで急にばあさんなんね。失礼いたします。全然くつろがれへんやんけ。風呂入ろうなら。お客様、はいはい、開けてもよろしいでしょうか。開けてるやん、もうこっちが返事してからですよ。お食事の用意ができました。早い、僕さっき風呂入りますって言いましたやん。あ、でも私は17時からアルバイトございまして。いや、今何時よ。今16時半。いや、早いって。16時半に晩ご飯なんか早すぎますやん。しかし私もう出ますので。私が出たら受付も閉まりますから料理が頼めません。17時で閉まんの。いや、アルバイト行くやったらバトンタッチしてくださいよ、誰かに。あ、私一人でやってますもので。一人でやってんの。まあまあ一人で。口悪いな。自分のことですから。いや、そうやろうけど。申し訳ございませんが。いやいや、そのだからバトンタッチする人いないんすか。お客様。何ですか。先ほどからカリカリされてますが、1万人目ということでだいぶサービスさせていただいてますよ。いやいや、その晩飯どうすんの。こんな4時半に食べて10時頃腹減りますよ、また僕。それはまた 何かこのこれでしのいでいただいて。そんな半分ぐらい食べて、10時以降に置いとこいて。置いとこなあかんの。そうするのが吉かと。いや、吉かと。お客様、しかし。いや、バイト休んでくださいよ。宿泊費は半額とさせていただいてるんですよ。なんぼですか、ちなみに。5万円です。高いって。いや、鳳凰の間ですから。なんで鳳凰の間の半額で行くねんな。いや、じゃあ、もともとは1万5000円とか2万円ぐらいの普通の部屋を予約してますよ、僕は。しかし、お客様が鳳凰の間がいいとおっしゃったのね。いや、グレードアップしますって言うたやん、勝手に。いや、もう私はアルバイトがありますので。だから、休んでって。エスティマに乗る時間でございますよ。よう、あんなでかい車運転しますね、ほんで。なんとかやってるんです、アルバイトに行ってきます。いや、行ってきますやな、ジニー。じゃあ、あなたが保証してくれるんですか。何をですの。私の時給を、時給保証、保証してくれるんです。ですか。いや、保証はできない。だから、バイト休んでくださいよ、それ。それは無理ですよ。私にだっていろいろあります。あなたみたいな苦労も、くの字も知らない人間にとやかく言われることではありません。いえ、僕が苦労したかどうかはその知らないでしょ、おかみも。この年になると、目を見たらわかります。いや、何にも知りませんよ、初対面で。何の苦労も知らないクソガキです。あ、クソガキ。いやいや、知りませんやん、おかみ。だって僕のこと初対面やねんから。わかります。いや、何にも知りませんやん。もう、これ以上、わがまま言わんといてください。いや、何にも、わがまま言うてね、これ、感覚ないのか、ここを棒当たってんの。なあ。
いや、気悪すぎますわ、ほんまに。マジで。帰りますわ、もう。冗談でございます。わかりにくいね。な、癒されたやろ。どこがやねん、思いは。どうもありがとうございました。チャンネル登録、お願いします。一回ポンってタップするだけじゃん。何や、その言い方。